ちょっと今リハーサルをして帰ってきたところで、西枕こんばんは、てるくにさんこんばんは、にしゃんこんばんは、ぶっちょさんこんばんは、ありがとうございます。なかさんこんばんは、パンダさんこんばんは、みんなありがとう。遅い時間だけど、みけこん久しぶりのみずきちゃんだ。配信久しぶりかな。でもそうかもしれない。よしこんばんは。はいありがとうございます。タジオこんばんは、とろけるさんこんばんは、ともにゃんさんこんばんは、まー、あ、ちゃんこちらこそありがとうございました。また会いに来てね。ゆうえくんこんばんは、エリックさんこんばんは、よしありがとう。髪がね伸びたから、なんかめっちゃしっかり内巻きができるようになった。すごくない？良くない？どう？どっちが好き？ストレートか。チョロヤッホー、大人っぽくなったな。何なった？ありがとう。ゆうきさんかな、初コメです、こんばんは、ありがとうございます。ビーノさんこんばんは、まーちゃん行く行く、待ってます。まーちゃんコロコロこんばんは。あ、逮捕されるやば。ゆうえくん内巻きも可愛い、ありがとう。そう、めっちゃ内巻きできるようになってたの。くまさんこんばんは、ビーノさん昨日は地元で花火上がってたぞ。え、そうなの？何の花火だ？え、何の花火だろう。トロキルさんはどっちも映画な、ありがとう。タナッチさんありがとうございます、こんばんは。タチオ今日も好きです、明日も明後日もずっと好きですって。ありがとう。エリックさんありがとう。ビーノさん、トヨスタ、あ、トヨスタで上がったんだ今日。もうすぐ豊田市の衣祭りの季節ですね。衣祭りみんなに紹介したいぐらいいい、楽しいお祭りだから。ベッチさん髪伸びてるやん。そう、伸びたの、だいぶ。めっちゃ内巻きができるようになった。磯さんこんばんは、パンダさんありがとうございます。ニコさんこんばんは、ビンノさん豊洲でイベント新しい、あ、そうなんだ、そうなんだね、そうそう、豊洲でねイベントあったね。ミケコン一周完了で星集めに行って、あ星集め行かないでください、いいよ見てて。まっちゃんこんばんは、デビ今日はみずきを見て恋の花火が打ち上がりました。ありがとうございます。マロンちゃんありがとうございます。ゆうさんありがとうございます。スッキーこんばんは、まっちゃん土曜日は家の地元で花火を、花火なんで、秋って花火上がるんだね。まさとさんありがとうございます、こんばんは。え、いい内巻きデビ、コロコロ、次ポニテールとき前髪分けてくれると嬉しい。あー、前髪ね、分ける前髪がちょっと今ないんだけど、伸びたら分けるね。キヨキヨこんばんは、おはようございます。今日はね、あの撮影、とある撮影に行ってきたんですけど、その撮影の前にリリバリ、リリオブザバリさんが撮影してて、あのその子たちをサプライズで、あの驚かせようっていうことで行ったんですけど、みんなすごい、なんかこんな、こんな私をえーとか言ってくれて、なんかすごい、なんか申し訳ない、なんかそんな人じゃないのにとか思ったけど、すごいなんか会いたいなと思っててくれたみたいで、なんかありがたい、みんな可愛いなって思いました。秋とか冬の方が綺麗に見えますよ。え、そうなの？何？空気が綺麗だから？ゆうせいさんこんばんは。パンダさん今新しい現場探してるけど、夏のグラドル横丁以来みずきちゃんに会いたくなった。お、じゃあぜひキュイーンズ来てください。待ってます、パンダさん。緑虫さん、お、動いてるとこ初めて見た。お、ありがとうございます。こんばんは。で、みずきの髪型なんでも世界一かよ。ありがとう。ビーノさん、ゆずき姫はいつ見えるか分かりません。いつ見えるか分かりません？タジオ、お、待ってる明日。そう、明日と、あとしやす、
明日と11日にライブがあります。明日は新宿ブレイズの方でライブなんですけど、11日はメンバーの小野美奈の生誕祭が発売ドアーズで主催でありますので、ぜひ主催だしね、あの美奈の誕生日もお祝いしに来てください。まあちゃん怪我人が出たらしくニュースになっていた。うんなあ、で花火で怪我人って やばいね。結婚明日は1時間休でこそっと会社を抜け出していく予定なので、ありがとう、明日会いに来てくれるので、ね、明日ちょっと早い時間なんですよね。そうパンダさんセクシーな写真撮ったみたいなね。そうあでもあれはたまたまああいう写真だけど、もっと違う普通の写真も撮ったからキヨキおはようって昨日の昼から寝てません。やばい、え、じゃあもうさ1日以上起きてるってことだね。すっかり大物アイドルになってて草草しないで全然しかも大物じゃないし、もうこんなんだよこんなんいつさんこの天使は一体誰なんだろう。サイバーみずきです。サイバーみずきです。サイバーみずきと言います。たち俺のところにサプライズ、いつサプライズで来てくれるかな。え、やばいね。でもね大丈夫、そんなサプライズしないからデビーもはやグラビア界の超新星だからな。水木様全然だよ、もっと可愛い人いっぱいいるし。ただ私はアイドルにしては若干思い切りがいいっていうだけ思い切りよく脱ぐっていうだけ。ゆうえくん生誕めでてーめでてーな。ゆうえくんレモンさん前歯の影がレモンに見えることでおなじみのサイバーさんこんばんは。え、前歯の影レモンに見えるの。あ、じゃあレモンに見えるね、レモンに見える。ビーナさん豊下でライブ待っとくわね。豊下行きたいよライブで。私明日は割と無理やりブレイズ久しぶりやね、ブレイズ久しぶり。そう無理やりだよね、明日18時5分なんでね出演が。たくまさんカウントかな、ありがとう。みちりんこんばんは。中野ちゃんお仕事お疲れ様です、こんばんは。とろけるさんヘムホールとかでいろんなグループと一緒に見たいね、そうだよね、なんか自分が普段行ってるところとかもね見たいし、キュインズも見たいし、最初はそうだよね。キュインズだけも見に来てくれたらもちろん嬉しいけど、キヨキヨ今日ライブだったら会えたのに。今日ライブないんだよ。デビュー明日ブレザーなのか、つけ麺博のついでに行けるかな。お、来てくださいデビー。クルニャピンありがとう。前髪ラジオ泣いてしまった。まあちゃん CD 聴いて自分が好きなのは1曲目かな、青い CD かな。青い CD だったらね、あ、ムービンかな。1曲目はラジオいいもん、俺が会いに行くもん。そう、ありがとうございます。そうするのが早いかもしれない磯さんライブ行きたいで絶対ね、来て磯さん。でもステージでも思い切りよく脱がないかしら。ステージは神聖な場所だから脱げないです、そんな軽々しくピーノさんよ、平成最後のね、こんばんはこんばんはじゃないよね。ニコさん、みずきちゃんに会いに来て、ニコさんライブしてるから。チャイルバードさんカウントありがとうございます。ヤマッチョさん、ヤマッチョさんだって。ヤマッチョサイバーさんのみずきはどこに行けば撮れますかあんまり撮影会とかもやらないからなね、あったらねいいんだけど。稲浜さんこんばんは。レモンに見えるね、ビジネスレモンありがとうございますね、レモンに見えるよね、うん、レモンさんがレモンに見えると思ったらレモンです。まっちゃんそうそう、ムービングね、そうムービン、いい曲だよね。くまさんミータのセットと負けん組行くね、ありがとうございます、待ってます。スタジオ早速明日サプライズで会いに行くね。サプライズで会いに行くねって言ったらサプライズじゃなくなるってわかるかなツナさんこんばんは。イエイイエイ。いやー今日はねリリバイちゃんに会ってツッキーが可愛くて、もうツッキー可愛いよ、もうツッキー妹にしたい中野ちゃんミータの生誕の詳細ってまだなのかな。そうなんかまだみたいで、でもキュインズの出演自体は20時頃を予定しています。クロちゃんこんばんは。さっきの写真何なんですか、けしからんですよね。なんかすごい私にしては結構そういう写真あげちゃったなっていう気持ちなんだけど
みんないいねして。ラジオ今日バンザイ行ったけど、みんなワンマン来てくれたチケットいっぱい用意しなきゃ。お、嬉しい。ワンマン頑張ろう。12月28日。パンダさん、水木さんの水着写真集か DVD が見たい。ね。DVD はね、やるか分かんないけど。あったらいいよね。チャロー、リリバリちゃんって幼女いるとこかわいい。そう、小学6年生のツッキーがいるの。もう超かわいいよ。もう、ああ、かわいいってやりたい。リーナさん、カワウソよりかわいい。カワウソと比べたのね。デビー、ミツキよりかわいい子とかいるの？いや、いない。全然いっぱいいるよ。もう、星の数ほどいるよ。あ、砂の数ほどいるよ。つのさん、そろそろラブレターできました。え、できたよ、ラブレター。ラブレターっていうか特典のお手紙。まー、あ、ちゃん、歌詞カードを読んで気になったのは9時というタイトルの曲。あ、今日も物販で9時ね。あれはあんまりラブでは一回も歌ったことないんだけど、バラードです。今夜はパパの焼け酒が進むね。なんかさ、水着とかの写真よりもああいうなんかさ、なんか微妙になんかちょっと出てるみたいなやつがさ、みんな好きだよね。わかんないけど、私は潔く全部脱いじゃいたい派なんだけど、結局なんかちょっと出てるのが好きみたいな感じじゃない、みんな。サイボさん、久しぶりに見に来ると3って言う。でもすぐ思い出したから大丈夫、山ちゃん。で、思い出すまでもないよね、もう。ゆきじこんばんは。いえ、治らない。熱は下がったのかな。 CT こんばんは。ゆうたろう、もうお父さんの涙腺壊れてそうね。なんかね、お父さんがなんかお母さんから聞いたんだけど、なんかもうこれ以上脱いじゃダメだよってお父さんが言ってたよってお母さんから言われた。お父さん、私には言わないけどお母さんには言ってるみたい。デビ、小6、え、おそわ、え、めっちゃ可愛いよ、ツッキー。本当にリリバリさんチェックお願いします。チョレさん、こんばんは。タジオ、会って向こうからタジさんの初見の枠まだ空いてますかって聞かれた。1 枠だからね、言うて。キュイナビ、小学生、あらまね、小学生なの。もうね、すごいよね、やっぱ小学生の時からアイドルやりたいっていう気持ちになるってすごいなって思う。リリバリくん、この間プラム行ったんですけど、昔のキュイのポスター貼ってて、俺の知らないキュイだって思いました。いいよ、知らなくて。あのキュインズは知らなくていいから大丈夫。今のキュインズがキュインズ。タコさん、タジオくんの彼女見に来ました。え、彼女じゃないよ、気をつけてね、間違えちゃダメ。こんばんは、タコス。タジオ、ミズキより可愛い子いるわけないじゃん。いるんだよね。でもありがとう。全部脱いじゃいた派だと。全部脱いじゃうっていうか、もう出すなら水着になるかならないかどっちかだみたいな感じでね、やりたいじゃない。やっぱりなんかちょっと服の上からさ、谷間がぬんみたいな見えてるんじゃなくて、もうなんか全部、もうどうせ谷間見せるんだったら全部見せちゃえばみたいな思うから。シラリズムは思考。あ、そうなんね。やっぱりキョウキョウもそうだから、あんまりああいう今日あげた写真みたいなやつあんまりあげないんだけど、ちょっとあげてみた。つのさん、村に行けなくてはな、土曜日行けよ。お、待ってます、つのさん。そういうのが男子の差がなんですよ。なるほどね、理解したいな。稲浜さん、下も履いてなく見えたし、確かにね、そうだね。タジオ、タコちゃん、その初コメやばい。タコちゃんって言うんだね、じゃあタコちゃんって呼ぼう。チョロ、全部脱いじゃいたい派、ひょう、全力応援しなきゃ。いいよ別に。まー、あ、ちゃん、この歌は作った人のセンスを褒めたい。いい歌だよね、今日も物販で9時。歌詞がね、ちょっとリアルでいいですよね。で、微動すなら全部抜くガチラリズムがいいです。え、もうどっちもじゃん。ジオ、タコちゃんもワンマン誘わなきゃ。タコちゃん、ワンマン来てね。ドクデテさん、こんばんは。稲浜さん、親の心境複雑ですな。ね、複雑だよね、やっぱり母はそんなに頑張ってみたいな感じだけど。キヨキヨは全国民を代表してお父さんに謝罪と
徒得に伺います。説得っていいよ、説得は。謝罪もいいよ。私がやりたくてやってるから。山町ツッキーめっちゃ可愛いやな。そう、ツッキーめっちゃ可愛い。イソさん、ケインズの最年少、ケインズのお宅に高校生って少ない？高校生いないかもしれない、ケインズのファンの人。あ、いるかもしれないけど、あんまり見たことないかも。あんまりいないかも。でもでも大丈夫だよ、全然。敵地あら、なら水着は今年限りってことやね。でもさ、私親の意見に左右されたことないから自分で決める。デビ、今日推しがアイドル1周年だけど仲が続けてる水木すげえなってなった。全然すごくないよ。みんなが応援してくれなかったら続けてないしね。続けることってでもなんだろう、簡単じゃない？やめることより簡単だと思う、続けることって。わかんない、私は続けることぐらいしかできません。タカラさん、こんばんは。初見さん、サイバミズキです。特別さん、なんだ、山を、谷間を見せずに山を見せる、山を見せる。レモンさん、考え、カイバさん、考え方が男前ですね。男前なのよ。そうなの、ごめんね、女の子らしくなくて。アツイさん、こんばんは。特別さん、谷間は星になる、そうなるみたいね、星に。クロちゃん、水着より今日みたいなのが好きです。あ、そうなんだ。なんかさ、あんまり上げすぎるとグラビアアイドルと間違えられるからさ、なんか何、バランスよくいきたいよね。いいんだよ、全然グラビアアイドルかと思ってましたっていう人も全然、なんかそうやって思ってもらえるのもすごいありがたいんだけど。ゆうたろう、ほら見なさいよっていうのは直視できない。あー、なるほどね。あー、もうだからなんか水着とかでバーンってもう何、もう全体的にやばいみたいなやつよりもちょっと拡大して見たくなる感じがいいってことだよね、きっと。まよむさん、こんばんは。好きちゃんってください。パンダーさん、制服でセクシーなチラリズム写真とかいいね。あー、なるほど、いいね、いいね。てっちゃん、こんばんは。ありがとうございます。特別の後でツイッター見に行くわ。お、待ってます。シャークさん、次の衣装は谷間が見えるやつお願いします。あ、もうね、そう、谷間は、ね、見せませんよ。だってさ、常に見せてたら価値なくなんない？クロロちゃん、久しぶりにライブ見に行きたいね。来てよ、クロロちゃん。タコス、あ、タコちゃんだ。ワンマン行きます。来てね、タコちゃん。タジオ、今日も振られたから涙で枕を濡らします。はい。毎日しない、濡らさないといけないね、じゃあ。ミチリン、いつかキュインズ全員で水着グラビアやってほしいな。ねえ。でもキュインズで水着やるのは私だけかな。なんか、うん。みんながなる必要もない気がする。それはね、水着にならないで普通にアイドルだけでね売れたら、それに越したことはないような気もするしね。私は普通にやりたくてやってるだけだから。ともやっぴさん、こんばんは。ありがとうございます。特別さん、でもお父さんも娘じゃない若めの女性のは見たいはず。そうだね、お父さんもそう、お父さんも多分好きだから、そうそう、だから私じゃなかったら見るよね、きっと。仕事辞めることに決めました、 CT。 それがいいよ。なんかすごくしんどそうだったから、 CT が心穏やかになれる方がいいから、いいと思うよ。そのさ、夏目ちゃんの一目みたいなんで。私も夏目ちゃんなんですけど。もうさ、コナのコトレのイベントでもうあやちゃんと一緒に、あ、ミュミュアイオレットさんと一緒なんだけど、あやちゃんと一緒にもう共演できることが嬉しくて、もうウキウキしてる今から。あやちゃん、あやちゃんって思ってる。磯さん、大丈夫なら行く。大丈夫だよ、全然。別になんか若いとか思わない、思わないし、なんかすごいフレッシュってなる。まーちゃん、女性の方が覚悟を決めた時の行動力はすごいよ。
そうだよ。覚悟は決まっているよ。一理、まあ高校生はアイドルだったの現場に適応すること自体が大変だろうからな。なんかね、特殊なやっぱり人たちもいるし、いろんな方がやっぱいるから、人と接することはすごい若いうちから、こんなこういうアイドル活動をしてないとやっぱり高校生からいろんな人たちと喋ったりとかすることってできないよなって思う。クロちゃん、一つのことを続けるってすごいことですよ。そうかな、ありがとう。タジオ美咲がアイドル続けてくれる限り僕の人生も続きます。続けていこう。ゆうゆくん、続けることはやめることより簡単。サイバーさんの名言など追加してく。そんなノートあるの？追加しといて。コロコログラドルよりアイドルのみずきの方がいいと思うじゃん。ね、まあいろんな方がいるから、やっぱりそういう人もいるし、グラビアもいいなって思ってくれる人もいるし。ゲージ、改めてみずき見てて、こんなに長い髪の姿は今まで見なかったので嬉しみ。あ、確かにそうだね、だいぶ伸びてきたよ。まだまだだけど。三蔵さん、こんばんは。配信久々ですが、ツイッターいつも見てます。ありがとうございます。バランス大事ね。そう、バランス大事なのよ。特別さん、山ちゃん、水着じゃなくてもサイバーさんの撮影会希望。いや、やっぱりどっちやねん。クララちゃん、グラビアアイドルだと思ってる人がライブ見たらすごい衝撃受けそうですけどね。え、そう、なんかライブだとさ、なんかキュルンみたいなこととかあんましないから、ウェーみたいな、なんか感じ、ワーイみたいな感じで、なんか元気な感じだから、えぇってなる人もいるかもしれないね。レモンさん、舞台とかも機会があればまたやってもいいかなって感じなんですか？ね、舞台は来年の冬に 2.5 次元の舞台が決まってるから、それに向けて頑張ろうかなって感じですかね。結構、みずきちゃんが舞台女優を続ける限り僕の人生も続きます。え、嬉しい、頑張るって思った今。そうだね、みけこも舞台から知ってくれたから。でも私舞台すごい好きなんだよね。芝居っていいなって思う。なんか今まで芝居全然できなくてさ、絶対やれないやなと思ってたけど、なんかいっぱい一回やってみたら、もともと舞台に立つことが好きだから、なんかね、芝居っていう表現方法っていいなって思う、やっぱり。エビ、今年は胸元がスケスケの服が流行ってたから、そこからうっすら見える谷間がいい感じだった。いい感じだったとか言わないでください。うちで、前も今日バンザイのライブ行ったわ。キリンズとバンザイは共通のファンが多いんだろうか。あ、そうなんだ、ワンマン、あれ、ワンマン今日。でも結構対バンを一緒によくさせていただいてるから、見たことあるなっていう方はいると思います。じゃあ毎日振るってことかよ、鬼畜すぎだ。ウケる。稲浜さん、え、次の衣装で。見れない見れない、稲浜さん。デビー、あれ、変態っぽいな。変態っぽいな。ヤークさん、タジ振られまくり。ウケる。クロちゃん、ワンマンを予約しましたよ。最近は舞台ばっかり見に行ってて、財布がね、舞台やっぱりいっぱい見に行くとお金もそれなりに結構かかっちゃうよね。ありがとう、ワンマンライブ。稲浜さん、娘を持つ親の気持ち、わかるわかる。稲浜、え、稲浜さんってなんかお子様いるんだっけ。デビー、夏目さん、めっちゃ気になってる。画像めちゃくちゃ保存してる。え、私の方が保存してると思うし。私の夏目あやちゃんだから。夏目あやちゃんはね、超可愛いよ。あてさん、今はアイドル多いから水着で見つけてもらわないと目につかないね。うん、でもそれも別に水着にならなくても見つかる子もいるけど、なんかいろんな合う合わないってあるし、どこで見つかるかわからないから。緑目星さん、ちなみに水着きっかけでフォローしました、ありがとうございます。急遽、昨日も一昨日も一緒にいたし、俺のあやでしょうが。俺のあや。山ちゃん、なんとあやちか、あやちかわいいよな。かわいいかわいい。つのさん、明日3連休明けの久しぶりに仕事なら寝るね、おやすみなさい。お、頑張ってね、つのさん、お仕事。CT 転職で心折れない限り、決まるまでおたかつも共有することにしました。お、でもそうだよね、お仕事しないとやっぱりこっちにも来れないだろうし、頑張ってね。でもまた会えると思うし。みちりん、バンザイジャパンにしてもキリンズにしてもアイドルマスで賞取るグループはレベル高いね。お、ありがとうございます。いさお、女優さん目指す？なんかね、なんだろう、私は
昔はめっちゃ安室ちゃんみたいになりたいみたいな感じでこだわってたけど、何でもできるんだったら何でもやった方がよくないみたいな、できないよりできる方がいいじゃんって思って、だからなんだろうね何になりたい、何っていうジャンルがないのかもしれない。シャークさん女優も目指してくださいね。女優も頑張ります。レモンさん、サイバーさんがレモンの役演じるまで応援するしかないですレモンの役演じる時来る、でも来るかもしれないね、ずっと女優やってたら。まー、あ、ちゃん、土曜日にキャンズのムイロの特典会に並んでいったら、後ろの人が中学のサイバー見たことがあると言ってた。そうなんだ。じゃあなんだろう、昔のデビューした頃の私とかかな。クロウちゃん、舞台といえばサイバーさんに春の目覚めで、初めて会った日からもうすぐ1年です。そうだよね、もう懐かしい春の目覚め、一番楽しかった作品ですねみけこん、今日バンザイジャパンのチケットをタジにもらったので見に行った、圧倒された。おー、私も行きたかったな。楽しかったですか？仲のいいグループとかある？とろけるさん、仲のいいグループ、そうだな、特に本当にバンザイジャパンさんとかは結構ライブも対バンさせていただいたりとか、あとはね、桃色革命さんとかお互い主催のライブに呼ばせていただいたりとか呼んでいただいたりとかしてますね。デビー、あれ親のあやちゃんじゃないのか、じゃあ俺のみずきにするわ。どういうこと？犬浜さん、子供2人いるんです、バツイチですが。そうなんだ、じゃあわかるね、気持ち、親の。まー、あ、ちゃん、衣装がダサかったけどサイバーは可愛かったと言っていた。あー、昔のキュインズだよね。あ、そうだね、衣装は確かに可愛くなかったかっきー、こんばんは。ラジオ、俺だって水木の画像いっぱいあるぞ、可愛すぎて同じ画像3枚保存してるもんそれやばい。コロコロロックバンドのボーカルで行くぜとか煽っても全然似合いそう。本当？でもやってみたい、そのボーカルだけとか。シーチー、心折れたらフラット行くかもです。全然いつでも待ってるよ頑張れって言うから山ちゃん、いやー、やでもやっぱサイバーさんが一番可愛いな。白目になっちゃってるよありがとう。レモンさん、月9目指しましょう。そしてドラマ界初のレモン役をレモン役ね、どういうレモンになるんだろう。磯さん、新規のね、特典会の内容教えてください。特典会はグッズチェキ券単体の販売はないんだけど、グッズを買って、そしたら1000円につき1枚特典券がもらえて、それがチェキ券なんですけど、それで1枚につき1枚チェキが取れます。だから3000円のグッズ買ってくれたら3枚チェキ券がつくから、有効期限はなしで1回に 3枚まで出せます。パンダ、関西遠征とかないですか？関西遠征したいよ、行きたいよ関西。みちりん、昨日地元のアイドルがお祭り運営と揉めて出演辞退したけど、キリンズはトラブルに見舞われたことある？あるのかな。でもあってもみんなに言うことではないのかな。あんまりそんな大きなトラブルはないかな。クロちゃん、舞台は8月から9月で10回見て、10月4回、11月5、6回予定してます。めっちゃ見てるまーちゃん、東京喫茶と対バンやってましたね。昔結構対バンさせていただいてたんだけど、最近あんまり会わないかも。稲浜さん、舞台してるアイドルさんのライブ好きになることなぜか多い。そうなんだ。なんだろう、表現力が高いとかかなふーさん、ありがとうございます。性格悪くならないけど頑張るトラケールさん、バンザイさんは何年か前は言ってたんだけどな、最近は千人切りが最後。あー、大きいとこのまんまライブだよね。クロちゃん、この前築地本願寺で遺跡さんの舞台見に行って懐かしかったです。ゆかさん、パンダさん、桃色革命見に行ってました。小玉セリカちゃん可愛いよね。あ、可愛い、セリカちゃん、みんな可愛いよね。でもなんかこう、今日の帰りに JR 定期が消えてるのに気づいた。追加チャージしてもすぐになくなったから。なんと定期消えてたの。そういえば私、学校行くのに定期使ってないの。定期買わなきゃ。犬浜さん、芝居って役作りってどうやってするの？なんか私あんまり役作りっていう役作りしたことないんだけど、なんだろう、春の目覚めの時って、春の目覚めっていう作品の時は、少年院にいる女の子の役をやったんだけど、
なんかわかんないけど役の感じに合わせてめっちゃ髪の毛を短くしましたリーズナブルだな。うん、リーズナブルよ。ケジ、明日もライブ間に合わない。明日早いもんね、18時5分って。ゆうえくん、バンザイさん、この間新潟に来たんで、またバンザイさん来たとき、チーム一緒に来てくれたらいいな。ね、行きたいよ、新潟。ブパンだけ、ありがとうよ、ケジ。待ってるね。磯さん、教えてくれてありがとうございます。サイバーさん、スキピやわ。ありがとう。19位がバンザイと仲良くなかったら間違いなく行ってない。お互いライブ楽しくて最高。バンザイさんのライブはすごいよね、本当に。デビ、ハロプラだと舞台の後に急に歌が上手くなるとかある？あー、あるある。あのね、なんかわかんないんだけど声がめっちゃ出るようになるの、舞台の後って。ひろくんさん、こんばんは。初見さん、サイバーみずきです。ありがとうございます。まー、あ、ちゃん、ツイッターで誰かがキュインとのライブを褒めてましたよね。え、褒めてくれてた？ありがたい。あれかな、ありがたい。どれ、誰だろう。タジオ、明日ティフで知り合った男がワンチャンキュイ間に合ってくれるかも。え、嬉しい。待ってますって言っといて。レモンさん、歌も演技もどんどんやっていきましょう。そして最終的には徹子の部屋に出ましょう。ルールル出たいよ、出れたらいいよね。歌も演技も頑張ります。稲浜さん、役に形から入るのも大事やね。そう、なんかすっごい髪の毛短くした、なんでかわかんないんだけど。そう、でもそっからなんかいきなりこうグンって上がったの、なんかがなんだろうね、だから気持ちの問題だよね、自分の。みっこん、結局2週長崎のりんちゃん応援してた、名残が。長崎のりんちゃん、りんちゃんってこう応援してた名残。ひえたろー、踊ってる時の肩が好き。踊ってる時の肩、どんな感じになってんだろう。え気になる、どんな感じなんだろう、私の肩。くまさん、ウェパンだけでもよけさん全通だね。そうなのよ、よけじすごい全通なの、超すごいよね。ラジオ、そうなの、ちょっと舞台出てくるわ。舞台出てくるわじゃないよ。みちりん、エイトプリンセス、川崎純情、小町さん、ポニーカーロードさん、つぶつぶさん、このグループなんか、え、全部知ってるよ。ゆきじ、最近ワイの声でも声が出るようになったわ。てか、メンバーに届いてるんやろか。うん、届いてるよ。すごい届いてる。ともやさん、こんばんは。ありがとうございます。とろけるさん、すっごいってどの辺まで？あ、なんだっけ、なんていうすっごいって話だっけ。あれ？髪の毛の話？ここら辺まで。顎ぐらいまで。まーちゃん、可愛いグループだと思ってるといい意味で裏切られますよね。ああ、そう、私たちはそうかもしんない。衣装も可愛いから、衣装も可愛い気になってしまう。でもそれありがたいよね、本当に。なんかそれだけ作品をしっかり見てくれてたってことだし。ゆきじ、まあね。くまさん、くまさん、そう、くまさん、そう。みけこん、周りくどかったね。バンザイジャパン、ああ、知ってる。推しなんだっけ、2周したの。体重、歌って踊ってる時の水木が好き。ありがとう。トルキルさん、髪の毛、あ、ね、そう、顎ぐらいまで。しかもボブじゃなくて完全にショートになった。だから男の子みたいな。コロコロ工場の人がラストアイドルさんのファンで、この前の吉祥寺でキュウリ見てかなりいいって言ってくれて、え、嬉しい、ありがとうございますって言っといて。キヨキヨ、地蔵の僕の声は届かない。地蔵かな、キヨキヨ結構サイリウム振ってくれてたじゃん。タジオ、俺ももっと声張れるようにならんとな。お腹から声を出して。まー、あ、ちゃん、東京喫茶と対バンしてほしいよ。ね、ね、本当だよね。トロキルさん、ノッタルさん、ドリーミンモンスターさん、ネコプラ、この辺とかぶること、あんまりないかな。知ってるけどね、どのグループも。ミチリン、おー、すごい、さすがみずき。バンダイジャパンさんの、なんて読むのこれ、港さん、つぶつぶどりさん、あ、そうなんだ。クロちゃん、小麦さんとか伊関さんとか、サイバーさんのこともイルズ読み当てで見に行って目に留まってるのがきっかけです。本当だよね。そう、それで出会ってなかったら、出会ってなかったもんね。いいぜ、あ、イルゼ懐かしい。ラジオ吉田城駅から走ったな。そうだよね、めっちゃ急いでくれてたよね。
トロケイさん、水木さんのパフォーマンスまだ見てないから気になるところ、見に来てほしい。結構元気パワフル系です。ゆうべくん少年院ってサイバーさんなんかやらかしたんですか。あ、そうみたい。少年院の中の物語だったから、私も少年院の中の子だったから、なんかやらかしたんだろうね。私はね、多分ね、何の設定だったかな、自分で決めたんだよその設定を。万引きかな、あんまり重大犯罪はしてない役だったから。みくこん、今朝フレッシュライブの犠牲イベントのダンスをまた見た。みずきちゃんめっちゃ可愛いので保存しとこう。めっちゃありがとう。懐かしい、そのダンス、友情ダンス、あのダンス好きだったんだよね。まーちゃん昨日テレビ見たよ。ありがとう、私まだ見れてないんだよね。とろけいさん、ネット上で話題になってたね、パフォーマンス。嬉しい、もっと頑張る。一応リアルに犠牲また見たい。いや面白いもんねあれは。すごく面白いコメディ。とろけいさん、その設定の舞台聞いたことあるな。あ、本当？春の目覚めっていうね、あの原作がベデキントの春の目覚めっていうお話があるんだけど、それを結構オマージュして変えて、女の子だけの少年院のお話をね去年やったんですよ。 CT、 おのみの生誕祭の日、自分誕生日です。おめでとう CT。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear CT、 Happy birthday to you。 ラジオ万引きとかするじゃん、プレゼントパクってるぐらいだし。そうそう、私多分頭がいいわけじゃないんだけど、なんか情報収集とかも上手くて、そのスリとか万引きも得意な役。稲浜さん、万引き今お宅の口論に住んでます。クロワちゃん、小芝居の術また見たいですね。小芝居の術。イケチ、下船か、胸張に会いたいな。ね、私も胸張に会いたい。胸張るという役に会いたい。一輪、前も演技レッスンで舞台立ったことあるけど緊張するね。あ、そうなの？緊張する？緊張するよね。テレケイさん、二次ファンさんの人多分です。あ、そうそう、ウラリン出てた一緒に。まーちゃん、オマージュ、オマージュ、オマージュ。ラジオ、僕の心は盗まれたけど、ぜひずっと持っててください。かしこまりました。クロワちゃん、ウラリンが出てましたね。そうそう、ウラリン出てた。テレケイ、万引き得意とか。うん、得意な役だった。クリスマスプレゼントをみんなにあげるために、あの倉庫からいろんなおもちゃとか、なんかコーヒーとかを盗んでみんなにあげる役だったの。で、あの敵のヤンキーたちに見つかってボコられるっていう役だったの。というわけで、おー、ウラリン好きだよ。本当？ウラリンはね、めっちゃ気が弱い役だったの。なんとかなんとかだよっていう役。キヨキヨ、俺の心は簡単に盗めません。盗んでやる、キヨキヨの心。クロちゃん、春様面白すぎてアフターイブでサインもらいました。いや面白すぎるよね本当に。レモンさん、共演者さんとは結構打ち解けられるタイプですか、それともシャイガールですか。でも結構頑張っていくタイプ。やっぱり仲良くないとさ、なんかね、いろんなこともやりづらいから。私はあの時期、梅雨を春にするかちょっとだけ。マジで？ポンちゃん、こんばんは。土曜楽しみだね。超楽しみ、ポンちゃん。楽しみ、楽しみ。日輪、水星のマリオネット誌という水星の漫画を昔読んだな。結構面白かった。へぇー。そんな漫画があるんだね。まーちゃん、あの小さいメガホンは必ず使うの？ね、メガホンっていう曲がキュインズにはあるんですけど、その曲を歌う時だけメガホン使います。僕の心はガラスなんです。捨てたらすぐ割れるから気をつけてね。あ、わかりました。大事に、こう、そーっと大事に持っときます。めっちゃこっちの髪の毛跳ねるわ。ヒュー太郎、昔バイト仲間に特売品の黒靴下貸したら、刑務所で履いてたやつだわと呼ばれた。なんか、いろいろツッコミどころ満載。その、この一文めっちゃツッコミどころ満載なんだけど。
じゃあ刑務所の人はその黒靴下を履いてるんだね、刑務所の中 でそのバイト先の仲間の人は刑務所にいたんだねツッコミどころが多すぎてなんか面白い。この文そーっとだね、そーっとそーっと思った。うなぎのぼりさんこんばんは、ニコリアさんこんばんは。まーちゃんおたこを叩くためではないんだ、違う、叩かないですレモンさん、レモンという曲を作ればライブハウスがレモンだらけに、ね、なるかな。いいね、でもレモンっていう曲名なんか可愛い、恋の曲とかで良さそう。甘酸っぱいレモン、あ、レモンは甘くないか、酸っぱいよね伊沢さん、対話の時のメガホンはそういうことだったのか。そう、メガホンって曲やるからメガホン持ってんの。そーっと大事に落とす、いや落とさない落とさないラジオ今のとこ誰か聞いてる、お願いします誰に頼んでんの。ヨシケンさん、ニコ生で司会やってたのが初見でした。お、ニコ生見てく、あ、ありがとうございます。ニコ生見てくれて、ニコ生シャークさん、水木さんのパフォーマンスダンスも多分ピカイチ、誰でも圧倒されると思います。ぜひ生でご覧。お、シャークさん宣伝ありがとうキヨキはハートのメガホン探さなきゃ。あ、なんか売ってるみたいよ、なんか持ってる人いたな、ハートのメガホン。クロちゃん、まだ先ですけど来年の舞台を見に行きますね。ツンデレメガネみたいなサイバーさん楽しみ。私も楽しみだよ、ななみちゃん演じれるの可愛いんだよ、ななみちゃん。みがこん、今日しおりちゃんに今度一緒にタジオをボコにボコにし、ボコし、ボコにしようって言われたしおりちゃん結構すごいこと言ってるなニコリアさん、ポトレマガジン10月号素敵でした。お、ありがとうございます。そう、ポトレマガジン10月号発売中ですので、結構もう結構大きい冊子なんだけど、あのなかなか売ってるところもないからまだ買えてないよっていう方は13日のポトレのイベントで買うこともできるので。クロちゃん、ハートのメガホンなら SK ヨータがたくさん持ってますね。あ、それかも、それ持ってる人いた。小一くんこんばんは、やっほー。そう、ハートのメガホン、あ、そのグッズかな、持ってる人いた。キューキをそういえば持ってんじゃない。そしたらレモンさん、サイバーさんが意外とレモン値段に優しくて嬉しい、プロデューサーさんぜひレモン曲をえ、いいじゃんレモン、嬉しいよ。ラジオ俺をボコっていいのは水木だけだよ。え、いい、しないしない、そんな私怖くないしキューキは仲間の歌で使うやつ、あー、そうなんだ、あのメガホン、ハートメガホン、そうだよね、そう、急遽なら絶対知ってるよね、そりゃそうだ。ミケコン、あ、背景がバースデーなんですね。そう、バースデー、なんでバースデーかっていうと、メンバーの小野美奈が19歳の誕生日を迎えたからです。で、11日に生誕祭があるので、ぜひ皆さんお祝いしに来てあげてください。レモンさん、偉い人にもお手紙出しそんな必死にさっきハレパンのメガホンなら持ってる、いいよ、ハレパンさんのメガホンで全然、だってハレパンさんのメガホンだもん。クロちゃん、あ、元作曲家さん、そうそう、キヨキヨはね SK さんのファンだった。一輪天候少女さんはファンと電話する企画やったことあるけど、キリンズもその企画やってほしいの。え、なんか電話するってすごいくない、なんかすごくない、すごいことじゃない。ヨシケン、アイドルが出る番組のことで司会ありがとうございます。ヨシケン見ててくれてありがとう。あ、水着のやつかな、 TGIF の、ありがとうございます。道明寺健二さんこんばんは、こんばんは。うなぎのぼりさん、ライブの評判がいいから早く生で見てみたいんで、なんか今度会いに来てくれるんだよね確か、待ってるよ。うなぎのぼりさん、根浜さん、阪神タイガースのメガホンしか、そしたら黄色と黒かなまーちゃん、毎回チェキ取る人は何を購入してチェキを取るのかな。CD と、あと今チェキケースですかね、がグッズとして販売されているので、それを買ってチェキをもらいます。あと私が載ってるポトレマガジンも販売されてるかな。シャークさん、メガホンカラーはメンバーカラーでいいんだよね。そうだよ、一応そうです。みけくん、お手紙の準備を始めました。なんとか3年はかからないと思う3年もかけて書いてくれるの、すごい長いお手紙になりそう。服のせいかな、京都マっぽい、ありがとう。そう、かわいいでしょこの服。一時、うん、すごい、しかも電話企画運営ではなくメンバーの松井沙耶香の発音、へえ、すごいすごいよな、でも電話できるって。一
トくんこんばんは、ありがとうございます。早く寝てください。犬浜さん、見つかり待ちの吸引図。そうです、見つかり待ちの吸引図って言ったけど、見つかるのを待っててはいけないなって思った。真面目だからそうやって思っちゃった。ひとくんありがとう、おやすみなさい。タジオサイもメガホンも緑しかないよ。ありがとうタジオ。緑虫さんメンバーカラーあったんだ。なんか公式には出てないけど、一応そうかな、一応そうなってます、メガホンカラー。ケンジさん、チェキ券を買うんじゃなくて何か買うとチェキ券ついてくる。あ、そうそう、チェキ券単体の販売はなくて、1000円でチェキ1枚取れるんだけど、1000円ごとにだからチェキ券1枚もらえるって感じです。まー、あ、ちゃん、 CD やチェキケースが溜まってしまうと思うけど、あ、でもね、チェキケースはチェキ入れるのに使えるし、いいと思うよ。犬浜さん正論って思っちゃったんだよね。そうそう、クロちゃん、大昔に AKB さんメンバーとテレビ電話できる企画やってましたね。そうなんだ、すごい。デビー、みずきの真面目なところ大好き、ありがとう。ポンちゃん、サイバちゃん、緑が好きなの？なんかね、緑がすごい好きだから緑ってわけじゃなくて、緑もね別に嫌いじゃないんだけどね、なんか私はあの何、事務所の人になんか緑かオレンジの方がいいよって言われて、あ、じゃあ緑にしようかなって思って、で緑になった。そう、緑だよ。でも緑っていいなと思う。でも今になってはセッションとかってあるんですかい？セッションって何台いそう？セッションってフォトセッションとか。キンベレは単色がこだわりだからね、水木いない人から毎回サイ買って言ってる。あ、そうなんだ、ありがたい。中野ちゃん、10月分水木ちゃんってのお手紙書いてない、11日までに書かないと。待ってるよ中野ちゃん。ケンジさん、質問、チェック券1枚でもサインつくの？あ、サインもつくよ。ヒュー太郎、フォロワーも発信力も増えてきてる印象。本当？私？もっとね、なんだろう、みんながおって思ってくれる発信をしないとね。たちは、俺は水木好きになってから水木、緑好きになったよ。あ、そうなの？なんかそれは嬉しいよ。緑って平和の色だよね。そう、そうみたい。なんか占いで決まったんだけど、私の色がね、緑は、なんか私ってグループの中にいると、なんだろう、結構目立っちゃうタイプだから、それをみんなと調和させるために緑がいいよって言われて緑にしたの。いそ、セッションというのは握手っていうか、あ、あるある、お話1分半かな。シャークさん、チェキケースは宿題頼みは無料でサインも書いてくれます。うん、書く書く。あ、え、そら豆さん、こんばんは。TGIF ぶりの豆さん。こんばんは、嬉しい、なんか見に来てくれ、ありがとうございます。一輪、チェキ券方式はコストパフォーマンスするから、グッズ買うと券もらえる方式の方がいいね。あ、そうなんだ。そう、そんな感じでやっております。吸引図の物販サービス良くない？いい方かもしれない、まだ。じゃあ、水木に緑似合うねって言われたの意外すぎてめっちゃ嬉しかった。でも似合うと思う、緑。あやちゃん、ミントグリーンだからさらに緑好きになった。あ、ミントグリーンなんだ。あ、あやちゃんは緑じゃなくてミントグリーンなんだね。なんか爽やか。でもね、緑一緒なの嬉しいんだよね、なんか偶然だからなおさら嬉しい。犬浜さん、勝手にサイバー緑って思って。あ、でもね、それも結構イメージ持たれやすいかもしんない。クロちゃん、占いで色決めたの面白いですね。面白いよね。そう。そう、コメント欄が緑に染まって。黄色、黄色。レモン、レモン。まーちゃん、今週から東京喫茶さんのショールームが始まるから、キュインズと裁判しようって頼んでみようかな。お、いいんじゃないかな。まーちゃん、緑ってグループだと目立たないけど、大事な必要な、だって、ゆめねみさんが言ってたな。あ、そうなの？でも、緑大事だと思うよ、私。いそ、1分半もあるの、なんて良心的、緊張しすぎて。なになに、ケンジさん、これはみずきちゃんとたくさんチェキ取れる。うん、取れるよ。タラちゃん久しぶり、こんばんは。
じゃあそろそろ配信終わりましょうかね。明日とっても私は早いんです。早く寝なければいけないんだ。明日は新宿ブレイズさんで、明日は新宿ブレイズさんでライブです。18時5分からの出演。ちょっとパソコン、おかげで私服でも緑買った。え、嬉しいなそれは。でもそう、なんかそういう方結構いるよね。みちり、緑は目にいい色だしね。ね、そう、いい色なんですよ。クロちゃん、唯一の難点はサイバーサーバーに人気でチェキ取るまでに結構並ぶということ。頑張ります。デビュー、緑とか岡井千里さんのイメージだからお笑い担当で。え、そうなの。明日は何寝ます。明日はケンジさんね、ありがとうございます。明日そう、対バン素敵なんですよ。そう、こういちくん待ってます。ありがとうございました。今日もライブ、あ、ライブじゃない、配信。というわけでみんな明日のライブ会いに来てください。遅くまで配信ありがとうございました。これからお風呂に入って寝ます。寝ます。おやすみ、みんな。おやすみなさーい。